毎度西成五時ってさ、何話しよっか。だからな、何話しよう。3時57分、4時前か。もうそろそろ、たかちゃんも帰ってくるやん。まっちゃん見てくれた、あの動画。和歌山教育委員会の、文句垂れに行ってる動画な。ありがとう、見てくれて。話は映ってへんけどな。話は映ってへんけど、別に。みんなな、下手な弁護士よりな、法律みんな多岐にわたってそういうふうなことやってるからさ、拉致問題とかな、そういうふうなんな、幼児虐待とかな、そんなの保護とか、そういう活動をやっとるからさ、いろんなもう、ほぼほぼ六法全書頭に入っとるぞ、あの人らは。民族派の人たちもな、頭に勉強、ちゃんと勉強しとるで。音量もな、法律の違反内で、な、法律の違反内で、あれ、うるさいように聞こえるけどな、わざと声が通るようにな、改造したりしてな。法律の違反内でやってね、すっごいうるさく聞こえるやろ。実はな、測ってもな、音量を測る機械で、法律の違反内でやってるから、ちゃんとみんな勉強してやってはんねんって。そうせんとパクられるがな、どこでどう上げ足取られるか分かれへんやろな。ただ態度はな、そらしゃあないよ。態度はしゃあない。わしかってそうやんが。おものの言い方とか。な。ほんでも言葉は選んどるやんか。な。昨日はお前、あれやったけど。な。もう構いなしに言ったけど、そのうちあれは削除されてまうやろ。とりあえず録画ボタン押してまうからな。リクエストくれ言いながら、みんなが見てる間にも次の動画撮っとるからな。まあな、ちょっとその今晩届く情報によっては、明日から動画を上げる数が減っていくかもわからんけどな。朝の分はちょっと質を良くして、みんなが笑えるようなことをな、話しようかなとか。あとはもう一般公開は2、3本にしてな、リクエストとかだけを受け付けようかなとか、いろいろ、まあ、模索中ですわ。おまけおもろいこと何も言うてへんな。おもろいことな、まあ、ネタ帳もないねんけどな。あっちの第二スタジオに置いてあるから、これしか持ってへんねん。僕ら個人情報載ってる、こんな個人情報載ってるようなやつしかないからな。コメントがついたことしか、コメントがついたことしか書いてない。まあちょっとこれは明日話さなあかんネタやから、見せられへんから、こうしてまっちゃんが和歌山の教育委員会の動画って、まあ走り書きやけどな。これ俺が分かればええやん、こんなもんは。3人ぐらいで行ってるやつやろ、ほんま全国行くでな。そういう問題が発覚すれば、筋道外れてることしとったら、ほんまに行くからな。銭金関係なしに。交通費かってかかっとるやん、実際ガソリン代も。な、車で行ったかどうかでも、おそらく車で行っとるやろうけど。和歌山だから、隣やからな、大田原行ったら。まあ
そんなん知れとるか知らんけど。やけど、対馬とか行くからな。対馬も行くし、石垣も行くし、な。対馬は定期的に行っとるしな。1ヶ月に1回ぐらい、対馬は行っとるし、あれは相当お金かかるぞ。まあ、一時はな。あれらのすごいのはな、チャンネル登録者な、2600ぐらいいてるはずやねんやんか。広告つけ取れへんやろ。広告断っとるからな。その資金はどっから出てくるんやねんか話やの、うん。まあ昔やな。昔のああいう人たちはな、総会やったりな、やって資金作っとったんやけど、まあ各々仕事しながらその仕事の合間合間でとか、そういうことで資金を作って、個人個人でな資金作ってやった。今はな、なんかのしのぎがあるわけでもなんでもあれへんもんな、昔は良かったけどな、防災法っていうのがないときはな、どんなことしても全員そこへ資金で集めた。まあ、募金っていうのも一つの手やしな。うん。だから会長買って、な、リフォーム屋やっとんな。本業はリフォーム屋と、ラウンジ。リフォーム屋経営して、経営しながら。で、ラウンジ、今の奥さんにやらして。うん、まっとうな商売やと思ってね。なんで資金作ってんねん。ほんで何回も言うけど、バスとかはないからな、うん、経費削減やん、その辺はな、うん、経費削減っていうより経費がかかれへん、うん、バスで思い出したけど、んだら私が千葉でダンプ乗ってた時の話しようか。チラッと、あ、7本過ぎてるからチラッと。まあ新しいな、大阪から執行で行ってそこ辞めて、でその後、うん、まあ向こうでやってる会社に誘われとったんや。まあ、とりあえず一回今の会社蹴りつけへんことにはあかんからいうことで、大阪の会社ダンプ屋さん辞めさせてくれ言うて辞めて。で、また相談しで千葉戻って、で、新しく会社起こすからっていうことでな、うん、経営か言うて誘われとったんや。ほんで、まあ、5人ほど集まったわけや。ほんで、その時のメンバーで一人な、たかちゃんが聞いたら喜ぶ思うけどな、てんてん記事がおんねや。もうそこは、もうその辺はもうな、あれやから、まあ、無線記事がやな。うん、まあその人ともな、まあ無線の話とかでも盛り上がって、やりたいなとか言うて、またやりたいなとか言うてな、やっとったんやな。で、まあ最近見るかな、チューロングって言うてな、ちょっと長いね、荷台が、ダンプの荷台がちょっと長いね、超ロングとかロングとか超ロングっていうのもあんねんけど、ショールームなんかむちゃくちゃ長いからな、ダンプでも大型のウイング車ぐらいの長さあるからな、12m ほどで。ほんでごくごく一般的なダンプあるやろ、大型ダンプ、もうごくごく一般なダンプ、あの大きさってな、4トンのな、ワイドのウイング車とすっぽり同じ大きさやん。荷台の高さが違うだけや。キャビンの高さが違うだけで、大きさはな、長さと幅はな、4トンのな、ウイング車。軽量物運ぶ、缶オケとはまた違う。缶オケは長いでな、ケツアホみたいに伸びとるやんか。ケツがあれ、冷めたぐらいあんのか、タイヤから後ろが。
ケツ振りがさやからむちゃくちゃケツ振るから運転しにくい、あの車はな。発泡スチロールとかそういう風な専属で運ぶ車はな、缶桶っていうんやけど、なんで缶桶かというと後ろにしか缶の扉がついてないから、ウィングは両方開く開くやろ。だけどああいう軽量物運ぶやつは後ろにしか荷台のドアがないねんか。まあそれは別に千葉の話と関係ないねんけど、関係ないねんけどな、うん、今その5人でなやって、だけどお前やりっぱなしのほったらかしの性格はこれ生まれつきやからしゃあないやんか。ねえ、うん、どうしようかな、うん、まあ別にな、その会社そんな大阪の会社みたいにうるさいことあれんし、毎日洗車でもないしやな、気が向いたら洗車でええね、うん、社長がな別にそんなかも取れへんかったから、ほんでごくごくノーマルのノーマルのなダンプや、あいじってへん、デコトラと違うからな、全然いじってへん、大阪のダンプの時みたいに何千万も仮装かけて、仮装に金かけてへんからな、ノーマルや、いすゞのダンプやったけどな。ほんでまあショートよりは乗りやすいわ、中ロングっていうやつはな、それはちょっとまあ普通のダンプよりちょっと長いねんけどな、どのくらい長いか忘れたけど1メーターぐらい長いんかな、1メーターぐらい長いんかな、長さがな、荷台の長さがな。あ、ちぎれてもらう、あれやわ、俺困ったわ、困ったおえ、いじくり手をしてる間にこれピコピコのストラップの部分がちぎれてもた、あやわ、後で直すわ、これ後で直すわ、ってこれ置いとかへんかったらもうなすぐなものなくすからな、あち。ほんで何の話してたか分からへんなって、まあ、もうなハプニングがあったらな、うん、いやまあ千葉でダンプの話しとったんやろ、で中ロングの話しとったんやろ、でもダンプの話はもうええわ、もうおもろい話出てけへんし、うん、あのでその後やめてまた引き抜かれてな、もともと大阪の時に、大阪のダンプで行ってる時にな、千葉のそこの山の社長のから引き抜かれて、もう西成君うちでダンプ乗らんか言うて、こんだけこんだけ給料出すし、条件悪ないし、ボーナスもこんだけ出すし、うん、いいなぁと思って、でそこ変わったんや、ほんでそこは温泉があるって、これ前話したと思うねんけどな、うん、で一般市民も入れる、入ってこれんねんまあこれも別におもろい話ないねんけどな、まあ俺ともう一人な、純ちゃん言うて二人行ってたからな、おもろい話、その二人に、俺はしとその純ちゃんにはむちゃくちゃおもろい、校内速度40キロ20キロや、校内速度20キロ、山の中の校内速度な、20キロやねんかな、どんだけ出せるかって言って競争すんねん二人でもうそんなん僕ブワー立つねんけど、そこでな、純ちゃんがな60キロ出しちゃってんやんか、負けず嫌いなし、70キロ出しちゃってんやんか、えらい怒られたもうやめてくれってもうやめてくれ言うて怒られた、それは大阪のダンプで行ってる時や、せやのになんか知らんけどうち来い言うて呼んでくれてな、
まあそこで仕事しだしたんやけど、ボーナスも出すあるいうし、で仕出し弁当もな、昼もんは朝タイムカード押した時にはな、表があってやな、そこに丸打つね、名前バーッとあってやな、名前は、まあ、これな、千葉の山の話はいっぱいおもろい話あんねん。気負けん気強いや、もう今そんなことないけどな、平和主義になってモテるけど、その時は若かったしやな、山の向こう、山の向こう中はな、その残土を下ろすとことだよな、下ろした残土をこう右や左に振っていかなあかんやんか、だからちょっと向こう側でやな、10メートルか15メートル先でやな、ごついユンボ乗っとるおっさんおんねん、山の主やねんけどな、それ山の主やねんけど、そこね、山のな会社の主みたいなもんや、古株や、そのさんとなんか知らんけど9次元化になってやな、降りてこいよって、腹立つからやな、とりあえずダンプからは降りたらさな、無線でな、降りてこいよるからやな、ダンプから降りたけど、ダン土捨てんのに、残土捨てんのに、お前谷になってるからやな、向こうまで行かれへんやんか、おい、ま、ダンプのトラックからな、無線のマイクだけ持ってな、降りてきたけど、お前が来い言うだった、この谷越えてお前が来い、わし降り、お前が降りろ言うから、わしダンプから降りない、お前今度降りてこっちまで来い言うだったわ。まあ、最終的におっさんとも仲良くなってんけどな、酒飲むような仲になってんけどな、あ、くだらん話で16分、またこんな話してっていうのあったらリクエストちょうだいね、おきに、にしなりごいですわ、また次の動画で会いましょうか、これ昼休みの間にストレージ抜いてるから喋れるで、ネタ30分喋ってもええで、喋ろうか、聞くんだるいやろ、30分もダラダラとな、だらおきに、次の動画で会いましょう、またよかったらチャンネル登録もよろしくお願いしますね。アナリ、ちょ、誰かおろすわ。アナリティスクで見てたら、このわしの動画っていうのは、チャンネル登録者の方が見てくれてるのが 64%。で、登録者以外の方が見てるのが、38%。6%。30%。ね、なんかわからんけど、その他っていうのが 4%。だから30名の方チャンネル登録ぜひお願いしますわ。西成浩二ですわ。おぎに、また次の動画でお会いは。バイバイ。